はい、今ねワシントン州、ベリンハムにいます。これねアメリカ縦断の旅で、行ってますけど、その時はね雪のなんか溶けた感じで全然走れなくて、あんまりだったんですけど、今回ね、再びチャンスがあって、ベリンハム来てます。ただね天気予報ではね結構走れそうかなと思ってたんですけど、はい、雨が降ってます。ただねなんか局地的な雨で空はね青かったりするんで、多分トレイルはね乾いてるかなと思うんですけど、どうですかね。こんな感じで雨は降ってるけど空は青いっていうね、まあ、多分、ワシントン州の基準では全然走れる天気だと思うんですけど、まあ、僕もね走ろうと思います。頑張って、一応ねスポーツセルのジャケットがあるんで、走れなくはないと思うんですけど、まあ、もうすぐね、トレイルヘッドですね、どれやったっけな、これですね。ほら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 、マウンテンバイカーがめちゃめちゃいてるじゃないですか。全然ねこの天気でも乗っちゃうんですよねみんな。じゃあ乗りましょう僕も。はい、トレイルヘッドからね、シングルトラックに向かってますけど、寒いっすね。日差しはね寒いっす。あと結構予想以上にねウェットですけど、まあ前回よりかはねマシと思うんで、まあよしとしましょう。じゃあ多分ね上りはね退屈なんで、多分もう次はね山頂です。前回はね雪が積もってて、まあ冬だったんですけど印象がね全然違いますね。ちょっとね青空が見えて、まあ上りもね心なしか楽な感じがします。はい、まだ全然登ってますけど、途中で腹減ってね i5 5号線というのね、ジャックインザボックスっていうハンバーガーチェーン店でダブルジャックっていうねパテが2枚入ったやつをね食っちゃって、ハンバーガーを吐きそうですね。でもねダブルジャック美味しいんですよ。まあ、いわゆるイーアンドアウトで言ったらダブルダブルですね。はい、ああ食いすぎた。はい、帰ってきました。マウントガルブレイス、このねテッドが有名ですけど、前回ねこの辺雪で真っ白でしたけど、まあ今日はね若干ウェットっていう感じですかね。あー何分ぐらい登ったのかな。そうですね、走行 5.5 キロで43分ぐらいですね。こういう感じでねなんかチェックポイントの看板があります。多分これレスキュー呼ぶときにね多分このポイントを使うんでしょうね。はい、そうそう、これでコナと、トランジションこのね2社がねベリンハムが本社なんですね。コナってねなんかカナディアンのイメージありますけど、実は、この辺が、本拠地で、ちょっと後で時間あればね見に行きましょうか。多分ねコナに関してはガチのねバイクショップがあるはずなんで。で前回ね、動画に上げて皆さんからねいっぱいコメントをいただいた、はい、このスコーピオン、雪がなかったらねはっきり分かりますね。めちゃめちゃスコーピオンですね。はい、めっちゃかっこいいですね。でこれで、そうそう、これがスコーピオントレイルで、ここにもねスコーピオンがいますけど、これがね前回ね怖くて行く気がしなかったドロップオフですけど、雪がなかったらね高さがもっとなんかはっきり分かってさらに怖いですね。あんまりねウェットで行く気にならないですね。なんかあんまり走ってる形跡もないですね。はい、今日はもちろん行きませんよ。じゃあちょっとね前回は GoPro を忘れるっていうね失敗はしましたけど、
今回ちゃんと持ってきました。GoPro をつけてね、下ると思います。うわ、水たまりがすごいな。おー、すごいな。海がね、海がドカーンって見えてますね。若干 iPhone がね、曇っちゃってますけど、海がね、見えてます。で、これがね、今から下るレボリューションっていうラインですね。これで、猿からね、マウンテンバイカーにこう進化してるんで、エボリューションと思うんですけど、面白いですね。はい。よっ。おほほほ。ああ、ぐちゃぐちゃやな、これ。DTI ドロップオフのね、洗礼を受けましたけど、どっちだ、多分こっちですね。あー、ガーミンがね、素晴らしいジャンプだと言ってくれましたけど、ジャンプというかドロップオフですよね。さっきのドロップオフね、フロントフォークでロックしてましたね。おお、なんか こっちへ行くつもりじゃなかったのに、なんか怖い方行っちゃいましたね。あ、大丈夫か。あ、大丈夫でした。びっくりした。はい。で、これ前回ね、雪の日に行ったやつですね。たらロックセクションからね、ラダーにいきなり変わるっていうね。しかも雨ですよ、雨上がり。どっちだ、おそらく左ですね。はい、またね、ラダーがありますけど。おお。いや、でも行けますね、一応。一応ね。あんまり雨上がりで来たくないな。いや、でも面白いな。いや、ドライだったらもっと怖くないんでしょうね。あ、一旦ね、さっきのジープロードに帰ってきて、一周だけ登り返して2本目のトレイルですね。もうすぐで、ね、2本目のラインの入り口ですけど、その入り口にね、なんかいかついラダーがあるんですよ。まあまあいかついんでね、今度こそね、ちょっと気取りで撮りたいですね。いやー、でもドロドロやな、もう全身。これですよ、はあ、なかなかいかついですね。はい、一応ね、沖取り
撮っていますけど伝わるかな。なんと Yeah, this ride closed. Yeah, they were reworking that first corner yesterday, but... Oh, really? Beyond that, I don't really know what they're doing either. Still closed? Yeah. Do you have another way to down to parking lot? The south side. South side? Yeah, so if you take pump track, it'll take you into A-Dog, which will lead you back there. A-Dog? Uh-huh.Oh, left side? Yeah, so if you just go that trail right down there on the left, pump track, take that, that'll take you right in. Oh, sounds good. Thanks. Thank you. というわけでね、ローカルが雨の中、第一コーナーをね、直したみたいで、クローズでしたね。なんかね、A-Dogっていうね、ラインを行けばなんかパンプトラックがあって、帰れるよって言ってましたけど、これですね、パンプトラック。はい、じゃあおとなしくね、こっちに帰ります。残念ですね。あ、でもこっちはこっちで面白いな。確かにね、これはパンプトラックですね。これはパンプトラックですね、めちゃめちゃ。やめときました。なんかこうすっかりね、この眼鏡のトレイルに変わりましたね。どうやってね、帰れるんでしょうか。一応ね、サイスサイドのパーキングロットに帰れるよってね、彼ら言ってましたんで、帰れるとは思うんですけど。これはこれで、ちょっと面白いな。おぉ、おぉ、おぉ、どっちだどっちだどっちだ。おお、大丈夫ですね。こっちはこっちで面白いな。こっちの方はね、安全なクロスカントリー系っていう感じですかね。
これですね、さっき A ドッグって言ってましたけど、アトミックドッグの略です、略なんですね。アトミックドッグ、原子の犬、なんか意味があるんですかね。はい、ちなみにね、このアトミックドッグはね、トランジションが、お金出してね、スポンサーしてるっぽいですね。やっぱハードテールにはこっちなのかな。シャドウはね、ない分長いですね。長い長いっす。うはい、多分どっかでねゴールしたんですけど、前回走ったねルートに合流してますね。多分これも終わりですね。ほとんど、はあ、ドロットロですよ、ドロットロから多分終わりですね。あ、終わりや。こっからね、確か軽く登って帰ったと思うんですけど、多分こっちかな。いやー、でも楽しかったな、結局。あのね、でかいバンクとかあるラインをカットしたんですけど、その分ね、距離をね、長く走った感じですかね。はあ、ちょっとね、ドライブテラインがね、油切れで、なんかおかしいな。
そうそう、あの空港でね、チェーンオイル没収されちゃってね、日本で。チェーンオイルをね、差しないんですよね。やばい。チェーンオイルは没収されるわ。CO2 はね、持ち運びできないわね。本当ね、自転車をね、海外に持っていくのは、めんどくさいっすよ。前はね、CO2 で来たんですけどね。僕一回、オーリンズかな。オーリンズのフロントフォークがね、成田空港かな、どっかで引っかかって、で、痛みをね、乗り継ぎできないって言われて、まあ、要はその高圧のね、ガスとオイルが入ってるんで、そのオイルのね、安全性が証明できないっていうことを言われて、証明書で要求されたんですけど、まあ、そんなもんないですよね。で、吸ったもんだ、下挙句に結局、確かフロントフォークだけ外して送ったのかな。あ、いや、バイク全体をね、確か送ったんですよね、大阪まで。わあ、ほんとね、いやもう E バイクもね、電池の搭載はダメですからね。まあまあ、こうやって海外でね、自転車を乗ろうと思ってる限りは E バイクはね、当分持っていけないんで、はい。これだ、これ行きたいよな。さて、このね、ラダーはね、前回が気になってまして、おお、行けました。はい、これでね、橋を渡ってジャンクションを越えたらもうグラベルになって車のとこまですぐですね。いやー、なんか一番ね、走りたかったラインがウェットでね、走れないっていう事件がありましたけど、まあでも楽しかったですね。なんかね、ローカルのディグしてる2人組にね、ここは目上がりだからクローズなってるよって言ってしまうっていうね、恥をかきましたけどまあでも、それだけ、ね、雨が降っても他にね、走れるラインがあるっていうのはね、やっぱこういうマウンテンバイカーのね、多い山の底深さというかね、幅の広さはやっぱ感じますよね。あ、いやー、もうトロットロですね、やっぱり。ここからはね、もうグラベルですね。はいはい、車へ帰ってきました。多分ここはね、そんなに車上荒らしないとは思うんですけど、いやー、しかしみんないいバイク乗ってるな。はい、無事にねライドを終えまして、せっかくなんでね、まあバイクインダストリーをね見に行こうと思います。ちょっと今ね、軽くGoogleで調べたら、マウンテンバイクのブランド、イービルバイク、トランジションバイク、コナ、この3つがねめっちゃ近いですね。多分それぞれ多分車で10分圏内ぐらいに固まってて、こんな場所ね、なかなかやっぱないですよね。なんでせっかくなんでちょっと見に行こうと思います。まあでもね、別にそのプロダクションはね、台湾で作ってるんで、別にその生産ラインがあるわけでもないし、ただ単にちっちゃな倉庫とオフィスがあるぐらいと思うんですけど、まあちょっとね、雰囲気でも、楽しめたらいいかなと思いますので、見に行こうと思います。